やいやいやいや、ワンツーワンツー、やあ、今リマンス、うん。はい、徳島を愛する人々のための番組、週刊 YouTube 徳島ボリューム37、イエーイ、始まりました。篠原さん、どんな感じですか、はい、最近、最近の方は。あ、忙しいです。忙しいですか。はい、嘘です。あの、ぼちぼちやってます。ぼちぼち、はい、はい、もう春が来ましたね。はい、はい、今年はもうほんまに冬からずっともう春にかけて僕はもうレコーディングとかいろいろ音楽させてもらいますけど、まあ最近まあ暖かくなってきたけん、ちょっと自然とか見に行って、ちょっといろいろ自然のパワーもらって新しい音楽を作ろうかなって思ってます。ちょっとほなけ一回り大きくなったよね。そうですね、ちょっと太りました。おお、なるほど。冬眠みたいなものですね。という JP がお届けするのと、はい、はい、僕、篠原浩が、今回ボリューム37をお届けします。イエイヨー、イエイイエイイエイ。ってことで、早速いきましょうか、はい、本日のゲストはラッパーのポットさんです。はい、本日のゲスト、ラッパーのポットさんです。どうもいらっしゃいませ。どうもどうもどうも、こんばんは。こんばんは、こんばんは、ポットさん。もう、どうですか、ぬくなってきましたね、ほんまに。うん、かなり、もう、そうなんですよ。なんか顔黒なった。いやね、最近一番達成したことがあって、はい、徳島マラソン。出たん。完走しました。 おめでとうございます。ちなみに何時間何分ですか。5時間半ぐらいでした。あ、早い、はい、それって早い方。早い早い。いや、めっちゃ普通っす。僕2回、2回出て2回完走した。僕もそうなんですよ、はい、2年連続出て、で、まあ2回とも完走できて、はい、うん、もうトレーニングはほな毎日しとった感じ。いや、まあ全然今年ちょっとサボってたんですけど、漫画いけたんで、みんな来年出ましょう、来年出ましょう、一緒に走りましょう。今年多かったんですよね。そうなんです。1万5000人ぐらい。徳島マラソンを走ったラッパーポット。そうなんです。すごいな。そうなんです。なんかもう癖にしようと思って、もう毎年出る感じ。毎年もう続けようと思って。うわ、俺も続けようかな。どうすかどうすか。太ったっていう。そうそうそう、ちょっとしようかな。走りましょうよ。走ろうかな。はい、来年はちょっとランナーって曲出そうかな。ランナー、ランナー、ランナー、いいっすね。いけそうな気がする。いけるっすよ。まあちょっとポトさんの、まあそうやね、紹介、はい、紹介させてもらいます。はい、from 大城の徳島県民、 MC とオーガナイザー、これまでにステルス、デジ、ジャブ、ペコ、柏レコーズ、マイルスブロスなど四国内外の日本語ラップアーティストたちを地元徳島にて迎え、イベントを開催した。またクックポットとして、何これ、当てを出すただのパーティー野郎ってことで、パーティー野郎なんですよ。あ、そうなん、そうなんじゃん。楽しいやつなんですよ。クックパッドではない、クックポット、ポット、クックポット。はい、料理うまいんですよ。いや、もう料理なんか、まあ、趣味でやってて、はい、家で。そうですね、家とか、あと、はい、まあ秋田町界隈のイベントとかで当てを作って、はい、イベントの時どんな当て作られる。鍋ごと持ってきたりね。え、鍋とかね。まあ、そう、鍋とか、あとカレーとか唐揚げとか、なんかまあ、大体みんな好きそうなとか、給食に出てきてよかったやつみたいな。あ、なるほどね。懐かしいシリーズみたいな。へ、めっちゃ美味しいんですよ。へ、ね、そうです。あれすごいよね。いや、なんかもうずっとめちゃ食いしん坊だって、はあ、で、なんかおかんが作るその料理が待てなくて、あ、はいはいはい、で、手伝って早作って食べたいな。あ、なるほどね。で、そっからなんか料理してましたね。へ、はい、なんかカレーとかすごくうまかって、はいはい、僕もプライベートで遊んだ時に、はい、カレー屋さん行って、ここのカレーうまいなとか、いろいろ研究してます。そう、研究して、ぜひ食べたいんですけどね。かなりこのイベント行かないと食べれないってことだね。そうやね、イベントやね、はい、基本、まあそうですね、イベントなんですけど、まあ僕ん家に来ていただいたら、まあ、はまあ、お友達になったらなんか、はい、作ります。いや、でも見てくれている人とかも食べたいと今多分思ってると思うんでね。はい、はあ、でも忙しいですよね、イベント出て、食べ物作って、マラソンして、マラソンして他は、他趣味は、
他は最近はなんか盛んしてます、うん、へー、え、盛ん、はい、これ仕事やね。いやなんか親父がやっててそれについていって、はい、あ、なるほど、はい、後継ぎみたいな。いやでもないんですけど、なんか教えてもらえるもの教えてもらっとこうみたいな。へえ。ポットさんっておいくつなんですか？僕27歳です。若っ若っ。僕より上と思ってた。いやなんかよく言われるんですけど、ね、はい、ヒゲのせいかな。ヒゲ、はい、ヒゲのせいなの？わからん、ヒゲのせいかもしれん。いやそれけど結構昔からなんか、うん、まあ、ずっと言われ続けて、うん、ちょっとずつ年追いついてきてんちゃう。あー、なるほどね、年相応に、はい、逆にこう年いった時に若いかもしれん。それを期待してるんですよ、うん、ありえる。今の夢、うん、そうなってほしい。ラッパーとしての夢じゃなくて今の夢。はい。ポットさんは主にどこら辺で活動されるんですか？僕は徳島、はい、今も徳島だけで、はい、はい、ライブしてて。ちなみに多いこう場所とかここでやってるよみたいなの？今はキングオアクラウン秋田町、はい、が一番多いかなって思います。はい。頻度で言うとどのぐらいの頻度でイベントしてるんですか？僕はまあ2ヶ月に1回はレギュラーいただいてて、でそちらの方でライブさせてもらってます。イベント名ははノーリミットっていうライブで。ノーリミット、はい、それはライブと一緒にクックポット。あ、クックポット出してます。おー、はい、忙しいね。忙しい。いやまあ もちろん徳島ラブ。徳島はもう徳島しか知らんぐらい徳島好きです。あー、はい、例えばなんかこ俺が徳島ラブな理由みたいな。でもやけど理由、まあもうほんまただノリしかないです。ノリが好きです、徳島。あー、阿波踊りが好きとか、はい、もうなんか自然が好きとか、全部なんか全部いいなっていう。まあ他は遊びに行くだけで済むならやっぱ徳島やなっていう。ポットさん徳島出身ですか？あ、徳島出身です。はい、大城。はい、大城ナルトの。ナルト、はい、ナルト出身です。で、大城の祭りとかも。あ、そうなんですよね、今。そうなんですよ、ちょうどいいタイミングで流れてるんですけど、これ僕のその大城っていう、あ、曲、地域の、はい、曲名で、曲を、はい、歌ってて。 やっぱりラッパーなんでこう地元が、あー、なるほどね、大好きだからこそ地元の歌詞が入った音楽を。そうですね、やっぱり地元は好き、はい、はい、みんなそれぞれやっぱ地元。 CP はあれ音楽で結構仲いい。そうですね、イベントいつも一緒になったり、はい、あとはプライベートで滝とか行ったり。近々イベントとかはないんですか？は、あ、告知が。そうですね、次ゴールデンウィークに。いいんですか？ゴールデンウィークに。いいんですか？そちらの方発表してもらいましょうか。どうぞ。とネクストビジョンボリューム10ですスペシャルゲストは、はい、DJ のキャレック、はい、でゲスト神戸からミレスブロス、高松から夜更かし ENT、 ゲスト DJ に哲也、高松香川からですかね。このスペシャルゲストのこの DJ の人って、はい、結構有名な方なんですか？は最近特にそのまあ、フリースタイルとかで流行ってる、はい、あのフリースタイルダンジョンの方にも、うんうんうん、あの一回ゲストとしてあの出演されてた方なんですけれども、すごい、まあ、あの多分ラップしてる方とかは、うん、あのすごい知ってるんじゃないかなという。まあ、けどすごい僕はもうなんかコアやな、ドープやなっていう、なんかすごい、まあ、歌謡曲とかのなんかサンプリング、DJ、はい、で DJ も一回その神戸で、うん、見に行っとった、はい、あの一緒に、まあ、イベントやってもらえてて、それがまあなんか徳島と神戸で2年前にちょっとやったことがあったんですけど、で繋がって、はい、で繋がってあの今回初四国ということで、初と四国徳島で、場所はミュージックバーリッキー。ゴールデンウィークの初日目ですね、これ。はい、5月の3日です、はい、この場所ってどこら辺に？場所はアニラボの下ですか？
分かりやすく、分かりやすいか、籠屋町出てから、籠屋町なんですかね、のそうですね、籠屋町出てもらって左手に行ってもらったら海屋街の方に、はい、八幡屋さんとか、あー、はい、ラーメン屋さんがあって、はい、すぐ横ぐらい、そうですね、もう2階地下、はい、ミュージックバーリッキーさんです、はい、まあ、一応ねこれイベントちゃんともう一回ね言っときますと、はい、5月の3日の、水曜日ゴールデンウィーク初日目に、ミュージックバーリッキー、アクティ21の交差点を、西の方にワシントンホテルの方に行っていただいて、はい、ちょうどアクティ21からワシントンまでの真ん中あたりのところを右籠屋町に入ってもらって、はい、近くに、八幡屋というラーメン屋、これ多分3月29日に移転したけん、あ、もうないかもしれんのですけど、2階に、アニメのね、バーアニラボと、はい、そこの、地下、1階にあります。チケットが、前売りが2000円、ワンドリンク付き、はい、で、当日は2500円ですかね、はい、で時間の方がオープンスタート22時となってます。ぜひご興味のある方は、5月の3日ゴールデンウィーク初日目行ってみてはどうでしょうか。どうでしょうか。お願いします。ぜひお願いします。ぜひお願いします。これはクックポットは、クックポットを作りますか。じゃあ、お作りますか。今この場で、はい、はい、作りますか。作りますけど、まあね、イベントの告知もしたんですけど、はいはい、ポットさんがなぜレゲエになったかっていうきっかけとか、まあ、ポットさんのことをちょっともう少し掘り下げて聞きたいんじゃないですか、 JP。 まあレゲエっていうか、まあヒップホップ、レゲエ、ね、ヒップホップよね、はい、もうまたまた、はい、まあラッパーなんで、ラッパー、ヒップホップのラッパーなんで、はい、どんな感じですか、これから。これからですか。どうなりたいですか。どうなりたい、どんなラッパーになりたいですか。まあどんなラッパー、このラップを使ってまあなんか全国のいろんな人と仲良くなって、うん、徳島に連れてきたいなっていう、うん、なるほど、はい。ポトさん自体はなぜこう、はい、あのラッパーになろうと思ったんですか。僕が最初ラッパーになろうと思ったのは、はい、なんか当時18歳、高校の3年卒業する前ぐらいに、はい、なんか友達、地元の友達に CD2 枚渡されて、はい、どっちがいいみたいなか聞いてきてみたいな、はい、おーっつって。 どんな CD だったんですか。中は1枚がその DS4W8、 4W5、 横浜の、すいません、 4W、 はい、とあとそのウルフパックっていう大阪 の、はい、CD を2枚渡されて、はい、どっちがいいって言われて、はい、で僕はその時選んだのが、はい、ウルフパックの方だって、はい、でじゃあやろうかみたいな。なるほど。いや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 何をみたいな。その人自体は、まあ、ラッパーなんですか。そうなんですよ、はい、その人は今もしている。今も、はい、5月の、さっきのイベントの方にも、はい、出ていただくので。あ、その人がきっかけでやろうかで。そうですね、入り口はきっかけで、はい、まあ、ラップを始めたっていう、はい、完全に、はい、おーで、なんかもうやろうかみたいな、おー、じゃあ、おーみたいなノリ、もうほんま、ただとりあえずやってみようみたいな、はい、はいはいはい、はい、でも初デビューっていうか、初めてのステージはいつ頃。いや、ほんま、2、3ヶ月ぐらい。早っ。早いだったような。場所とか覚えてます。はその高知のラブジャマイカン。あ、高知がデビュー。そうなんです。いきなり県外。はい、どうでしたか、あの初めてのステージは。いや、もうめちゃくちゃなんか何初めてやし、だいたい今まで出てきてくれた人聞いたらめちゃくちゃで、なんか頭真っ白で動けんかってとか、もうめちゃめちゃほんまもあの確かに、はい、こんな感じになって、はあ、何分ぐらいあの持ち時間もらったんですか。15分か20分ぐらい、それぐらいだったんですね。へー。で、高知やけん酒も強いし、はい、だけど僕その時酒飲んだかももう覚えてなくて、とりあえずその時に、はあ、なんか初めて、はあ、
そのレッドブル飲んで、はあ、なんか目がシャキッとして、はあ、その時このポットさんが、はい、あのラップしてた時ってお客さん何ぐらいいたんですか。いや初めてのステージなんか結構まあけど何人 5,60 人はいたんちゃうんですかね。すごいよね、2、3ヶ月で出て 5,60 人の前でラップするってほんま緊張するよね。ああ俺とかも初めステージ全然動けんかって、うん、もう手振るだけみたいなまさに今の僕らの状態ですよね。そう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 、はい、放り出されてもう、はい、すごい大変だったなーってあの時。いや僕もけどもう全然覚えてないんですけど、うん、ほんまに、うん、でも、はい、その、 あのステージ覚えてないですけど、はい、まあ今も続けているっていうことは、はい、ラッパーラブですか。ラッパーラブですね。ラッパー好きですね。ラッパーじゃあ、はい、何年になるんですか。ステージから今まで今日までで9年ぐらいです。あ、はい、で長い方 JP 長いですね。長いね、はあ、うん、すごい長いですね。なんかこれからこうしていきたいとかっていう、あります。これからですか。はい、まあ、けど変わらず、はい、まあ、ずっとこのままやっていけたらなっていう、はい、なんか何になりたいとか、うん、どうなっていきたいっていう目標はないけど、はい、まあ、なんか続けていけて自然になんかできたらいいかなって。なるほどね、はい、そんな感じです。これからはまあリリースとかは音源とかのはせっかくなんでまあ頑張ろうかなっていうのを、はい、ぜひ思ってるんですけれど、はい、でまあ並行してイベントも主催して、はい、うん、やっていけたらなと。徳島を盛り上げていくと、はい、でマラソンも続けて。そう、うん、もちろんです。料理も続けて、はい、忙しいな。はい、そうなんですよ。今曲で言うと何曲ぐらい持ち曲があるんですか。全然わかんないんですけど、はい、ほんな別に多いこともないですよ。お、はい、100曲も絶対ないです。あ、ないんです、はい、50もないです。はい、長いことやってるんですけどなんか、はいはいはい、なんか、はい、でもその僕自分の中でね、はい、この曲好きみんなに聴いてほしいっていうのなんかあります。いやもう全部まあ聴いてほしい、全部聴いてほしいです。はいはい、できたらそれってあのライブとかに行かないとやっぱり聴けないですか。そうですね、 CD とか例えば、はい、iTuneだったっけ。ほうやね、はい、iTunes とか YouTube とかね、はい、もう全然今まあ流れてるんですけれど、はい、はもう全然その自分がどんな感じかなっていうんで。あー、なるほど、うん、撮って自分だけしかまあ聞いてない。おー、はい、なるほどね。そういう感じで、じゃあもうこの今流れてる曲を聴きたいってなったら、はい、まあイベントに行って ぜひ、ね、CD とか売ってくれるんですかね。いや、もう CD とかまだ全然作ってないので、はい、もし欲しいと言っていただける方がいるのならば、はい、どこにお問い合わせいたしましょうか。はい、遊びに来ていただいて、はい、イベントに、はいはい、声かけていただいて、はい、次の時に焼いて持ってくる件だそうです。もう一回来てなっていうポットと、はい、一緒に遊ぼう。ポットのライブに遊びに行きたいっていう人はポットとコンタクト取るにはどうしたら。そうですね、インスタグラムとか。インスタグラムにしましょうか。はい、インスタグラム、インスタグラムでポットに。そうですね、遊びに行きますって言ったら、はい、いけますか。いけます、ぜひぜひぜひお願いしますぜひっていう、すごいなんか自然な、はい、面白い人なんですよ、はい、彼は。なんか疲れてる感がなんか満載ですけど、昨日徳島マラソンちゃうね。僕ですか、はい、昨日ね実はちょっと花見行ってて。おお、どこに。あの、わしのもの方に。あ、わしのも。そこでもちょっと盛り上がりすぎて、はあ、ということは今日二日酔いっていう感じですか。まあそうですあ、ほなけ色黒いんじゃん。いやもうなけパーティー好きなんですよ。あ、パーティ ー、毎日パーティーをしているような。はあ、徳島のパーティーするところで、はい、おすすめスポットは。いやもうぜひネクストビジョン来てくださいネクストビジョンでネクストビジョンにぜひ来てください。はい、楽しいです。5月の4日ね、はい、とりあえずぜひ来てください、本当に。それはもう、はい、そのイベントの内容としては、はい、まあ地元のライ地元勢のライブがあって、地元勢の DJ もあって、まあスペシャルゲストのすごいいい感じの空間を提供してくれて、うん、プラスポットの
鍋ちゃうわ、うん、料理料理が食べれるまだちょっと決めてないはい料理でこのイベントのなんかここら見ておいた方がいいよみたいなとこありますおすすめポイント5月の3日の大体みんな全部って言うんですけどねもちろん全部見てもらいたいですよねけど、うん、けど一番やっぱりそのまあみんなほんま見てほしいですね、うん、本当になんかそれぞれ面白い人ら集めててなんかこれオープン10時ですけど終わりって大体何時ぐらいなんですか終わりは誰かが寝るまで。そういやもうそれ早い絶対早い俺が一番かもしれない。なるほど。なるほど。ちょっと分かんないです。うん、まあ朝まで、はい、朝まで、はい、朝まで行きましょう。だそうです。朝6時ぐらいまで。JP はこのイベントはいないですか。いや行けたら行きたいですよね。5月3日やしね予定なければぜひぜひ本当に行きたいと思います。連絡ください。うん、はい。インスタグラムに連絡します。行きます。お願いしますよコメントしますよ、はい、なんであの皆さんポットのイベントに行きたかったらインスタグラムでポットに行きますって言ってくださいねお願いしますお願いしますはい、ほしたらねまたポットとゆっくり僕もねこう自然を探索したいと思ってますはい滝とか行きたいね、はい、行きましょう滝徳島の滝見に行きましょう行きましょうぜひ JP エンディングってあのカンペが来てそうですね、うん、もう結構話がいろいろ飛び飛びになってしまうんでビュンビュン飛んでしまうんでそろそろエンディングに行きたいと思います、はいはい、じゃあもう一度あのイベントだけ紹介ちゃんとしておきましょう、はい、そうですねテロップお願いします5月3日、はい、ミュージックバーリッキーにてネクストビジョンというイベントが行われますでスペシャルゲスト DJ にキャレックでゲストライブにミルスブロスと夜更かしエンターテインでゲスト DJ が徹夜フロム香川ってことででその他もろもろねで、はい、チケットがね、前売りが2000円ワンドリンク付きで当日が2500円、はい、スタートが、22時ですねはい、はい、場所がミュージックバーリッキー、アクティ21から、西に、100メートルぐらい、右に、八幡屋ラーメン屋さんもしくは2階に、アニメバーアニラボがある、ビルの、地下1階になってます、はい、ぜひ、楽しいイベントになってると思いますので、皆さんどんどん足を運んでいただきたいお願いしますでその時にポトさん見つけて声かけていただくと、今かかっている曲とか、をプレゼントでいいですかね。あ、持っていきます。持っていきます、ね、ということですので、はい、持っていきますので、はい、そちらもお楽しみに。5月3日、ゴールデンウィーク初日目です。皆さん、足を運んでいただきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、ああ、ほしたらもう今日そろそろエンディングなんやけど、はい、今日はポットありがとう。いやほんまになんか意外に早いもんなんですね。早かった。JP 雑だな。ほんま早かった。ね、もうちょいいけますよね。30分って早いでしょ。まだまだはい、早かった。はあまあ、ボリューム 37.2 とか、はい、7.2 ぐらいの、はい、またしよう、ちょっとまたしましょうよ、ね、検討しておきましょうでは本日のゲスト、ラッパーのポットさんでしたありがとうございますありがとうございましたそしたらね、今度、四国放送で、はい、お四国スタイルっていうね番組があるんで、ありますんで宣伝しておけということですのでぜひチェックしてみてくださいね、はい、四国スタイルボリューム5四国放送で、4月29日3日後ですね13時からスタートするってことではい、はい、バンドの確か番組ロックバンドボリューム2となってるみたいなので、はい、四国スタイルとしてはボリューム5ですけど、はいロックバンドの、ボリューム2ということで、はい、楽しみです、この3日後ですねこの放送の3日後、四国放送で4月の29日土曜日1時から放送となっておりますこちらの番組も皆さん、どんどん見てくださいよろしくお願いしますそうしましたら、エンディングのピックアップミュージックこちらやってま す, す今かかっている曲ですねポットで、はい、アイムはサラリーマンサラリーマンサラリーマンしながらラッパそれでは皆さん、この辺りで、
ごきげんよう。いやいやいや、JP 自分の紹介戦。そうですね。はい、ボリューム37お届けしたのは篠原ひろしと JP でした。はい、皆さんありがとうございました。